古来の夜景、歌川広重、雪月下の内月、竹明金沢八正夜景1857年の作。描かれているのは、竹明の名所、金沢八景の秋の月よ。広重の手になる、木揃の山川、竹明金沢八正夜景、阿波鳴るとの風景は、雪月下三部作として知られる。都市夜景神戸の夜景、日本三大夜景の一つ。 マヤ山山頂近くの塚星台からの眺望。夜景とは、時間帯で区別した景色のうちの夜の景色である。第一義には、夜の景色、夜の眺めを言い、夜食、ナイトビューとも言う。日本語では、古くは夜食、もしくは夜の景、夜の景といった。英語では、ナイトビュー、ナイトビュー、または、ナイトシーン、ナイトスケープと言う。また、 20世紀半ば以降の日本語の第二義では、特に競技で、都市夜景、すなわち、月明かりなどの自然光源によらない、人工光源による都市の夜景、とりわけ、建築物から漏れ出る光、サーチライト、広告照明などが、視野中に密集して見える景観を指していうことが多い。本校では、日本語古来の夜景と近現代的都市文明社会を象徴するような、 夜景を区別した上で、前者を、古来の夜景、後者を、都市夜景として解説する。よさぶそん、夜食老大図、歌川広重、東海道五十三次神原小林清地下、両国花火の図、小林清地下、御茶水ホタル、視点の位置や、見る対象物、夜景が放つ色彩などによって様々な分類が、可能である。世界三大夜景日本は、世界的に見て、 非常に夜景人気が高い国である。理由として考えられるのは以下の三つである。人口密度の高さ、建物が密集している。地形、山が多い地形のため、街並みを上から見下ろせる。治安の良さ、夜の時間帯でも人気のない山や不当に行きやすい。無論、海外にも夜景を見るという行為は存在するし、建造物のライトアップが行われている。 日本以外の都市も多い。しかし、日本のように夜景を見るという行為が人の行動の主目的になることは日本以外では珍しい。夜景を観光資源にしている自治体や夜景を売りにしたレストランやホテルが多いのも日本の特徴である。日本には日本三大夜景と呼ばれる夜景が存在する。六甲山、塚星台から見る神戸市、阪神館。 大阪の夜景、函館山から見る、函館市の夜景、稲佐山から見る、長崎市の夜景が、日本三大夜景とされている。1960年代にはすでにこの表現は、使われていたとされ、海と山に挟まれた、都市部というコントラストの強さと、山にロープウェイで気軽に登れることが、共通点である三都市が、日本三大夜景と呼ばれるようになり、それが定着した。 しかし最近は環境意識が高まりこれらの都市でも夜景というよりも公害と揶揄されることが多い。100万ドルの夜景という言葉は1953年に電力会社幹部が神戸の夜景について六甲山から見た神戸の伝統の電気代に絡めて命名したのがきっかけである。その後変動相場制への移行により、 円高が加速したことや世帯数の増加による電気代の高騰などに伴い、神戸市では一桁繰り上がった1000万ドルの夜景という言葉が使われるようになった。2005年に六甲馬屋鉄道が塚星台から見た市長で1日に消費される電気代を計算すると1ドルイコール110円換算で1000万ドルを超えると算出された。 日本で1990年代に入り夜景人気が高まったのはバブル景気と大きな関係がある。バブル時に建設がスタートしたプロジェクトが1990年代中期から後期に次々と完成。梅田スカイビルや天王ズアイル、明石海峡大橋やレインボーブリッジなどがこの時期に建設された。一般的には都市の広い範囲が 視野に収められるような高い視点からの景観が注目されるが、函館、長崎、神戸などのものは、港町や歴史的町並みなどの独特の風情のものである。また最近では夜景を得るために、ライトアップなどの手法も活用されている。日本以外に本郊外とは、光の出力が多すぎるために、髪型へ漏れ、夜空が明るくなる現象のことである。 見ていると目が疲れやすいことや、星空が見えにくくなることを理由に、公害の一つと考えられている。公害のほとんどは、水銀灯によって起こる。公害先進国のオーストラリアなどでは、現在は、水銀灯ではなく、高圧ナトリウム灯が照明の主流となっている。高圧ナトリウム灯を使うことにより、消費電力が約50%抑えられるほか、 人の目に優しい光を発することができる。以下の通りである。ありがとうございます。